京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。小出さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そして東京には近藤さんです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。昨日はですね、小出先生のコーナーお休みでございました、はい、というのも昨日大阪で小出先生の講演会があったと伺いました、はい、で参加した人に聞いたんですけども、会場が満員で、お客様が別の会場でパブリックビューイングの形で小出先生のお話を聞いてはったと、はい、いうことなんですが、はい、参加した人の世代が、まあ、以前より若い人が多いんじゃないかっていう声も聞いたんですね、はい、小出先生から見てらしたらどうでしたですか。まあ、昔から比べると随分若い方が多くなったと思いますけれども、昨日の集会はでもむしろお年の方が多かったように私には見えました。ああ、そうですか、はい、会場にいらした方の話でもう一つびっくりしましたのはね、はい、その講演会の会場に置かれていた、小出さんの新しいご本が、はい、完売っていうんですか、はい、その場で、まあ、売り切れてしまったという話です。はい、近藤さん、はい、小出さんのご本はですね、はい、これ種まきジャーナルがこの半年ずっと小出先生に質問をし続けてきた内容が、うんうん、まあ、半年間が凝縮されたような形になってるわけですけれども、はい、こうした本をやっぱり、まあ、買いたいというか持ちたいと思いになるっていうのは、原発事故の真実を知りたいんだという思いの方が本当に多いっていうことかと思うんですよね。水野さんね、小出先生の本は他にも出てますがね、はい、いわゆる時間軸でね、うん、話を進めていく本っていうのはこれが初めてだと思うんです。それで、はい、6ヶ月間っていうのは、まあ、半年いろいろメディアもやってますがね、いわゆる時間がイコール人間の人生でありね、うん、時間がイコール人間の感情でありね、いろんなものをこう想像させながら読ませていただけるんですね。あ、そこのところの時間軸っていうのがいかに貴重な時間を、我々は何をしていたのかということも含めて考えさせられる素晴らしい本だと思いました。あ、確かに時間軸、3月11日の事故の直後からどんなことが起こったのかというのを、ある種、まあ、リアルタイムのドキュメントのようにこれ体験し直しますよね。想像力があればね。そうなんですよね、はい、小出先生、はい、まあ、読まれた方でね、こんな感想をいただいたんで、これどういうふうに先生が思われるか聞かせてください。この本、タイトル申し上げますけど、知りたくないけれど知っておかねばならない原発の真実という、まあ、タイトルなんですが、この本を読んで絶句しましたっておっしゃる女性の方なんです、はい、で関西にお住まいなんですけども、関西は地理的に離れているので切羽詰まった感じはありませんでした、はい、でも違うんですね。危機感が低すぎたことを思って今は声になりませんという感想をくれた人がいるんです、はい、まあ、関西は離れてるから関係ないやっていう、そうした認識を持ってらっしゃる方も多いのかもしれません。そうですね、こうした認識について小出先生はどう感じられますか。今水野さんがご指摘くださったように、関西というのは何か福島と全然関係ないと思って平穏に暮らしている方が多いのですが、そんなことはないと、もっとちゃんと汚染を見てほしいと私は思ってきましたし、これからもできることであれば関西の人にもちゃんとものを見るように、心がけてほしいと思います。なかなかやはり知りたくないというところがあるんでしょうねそうでしょうね、皆さんね。でも、はい、例えばこの方、真島元幸さんというリスナーの方は、最近は報道が原発関連について少なくなったので国民が楽観的になってきている気がしますともおっしゃっているんですね、はい、今現在何かこの
原発事故の収束について楽観視できるような状況っていうのはあるんでしょうか。事故の発端地震は、原子力発電所が全所停電してしまったということで、原子炉が冷やせなくなって溶けてしまって爆発をしたということになったわけですね、はい、ただし電源はその後回復していて、うん、今は曲がりなりにも電気は使えるという状態にありますので、事故が劇的に進行した時、1週間10日というその時期に比べれば、少しはマシになっていると私は思います。逆に言うとそんな程度なんですね、はい、ただ相変わらず原子炉の中では崩壊熱という熱がそれなりに出続けていますし、はい、これからでも冷却に失敗するというようなことになれば放射能が再度出てくるという可能性は残っていますので、もちろん楽観することはできませんし、はい、今現在も作業員の人たちが大変な被爆環境の中で被爆をし続けながら、事故の収束に向かってくれているわけです。もう一言言ってしまえば、その実際の被爆環境で働いているのはいわゆる下請けの労働者の方々が多いわけで、はい、そういう問題にも目を向けていただきたいと思います。そしてすでにこの外に出てしまった放射能によっていろいろなものは汚染されました、はいはい、そうです。で、昨日の講演会に参加した方と、観客の皆さんと小出先生とで議論になったテーマがあるって聞いたんですね、はい、それがまさに今のその食べ物の話。そうです。汚染された放射能汚染された食べ物を食べるべきなのかどうなのかと、これはどういうことだったんでしょうか。もちろん放射能というのは危険ですので、本当は食べてはいけないものです。本来は、はい、私ももちろん食べたくありませんし、はい、どなたにも食べさせたくありません、はい、ただし福島原子力発電所の事故は事実として起きてしまいまして、吹き出してきた放射性物質は福島県を中心に日本全土に広がっていますし、もう一言言えば世界中にもう撒き散らされてしまったのですね、それを全て拒否するということはもう私たちには許されないというかできないのです。はい、ですから汚染した食料がこれからどんどん回ってくることになるわけですけれども、その食料を一体どのように取り扱えばいいのかということに私たちが向き合わなければいけないのですね。それで私は、こうなった以上は仕方がないので、責任のある人たち、責任の重さに応じて汚染した食べ物を食べるような仕組みを作らなければいけないということを言ってきました、はい、で、責任のある人といえばもちろん東京電力の人とかですね、国のお役人、原子力委員会、原子力安全委員会の学者たち等々を含めて、今回の事故に責任のある人はたくさんいるわけですから、はい、そういう人にはまず猛烈な汚染食品を受け持っていただきたいと思うし、この事故を、許してきたというか、原子力をここまで見逃してきた日本人の大人というものもそれなりの責任があると思いますので、大人の人は甘んじて汚染食品を受け入れてくださいと私は言ってきたのです。そこのところですよね、はいはい、責任ある人がやっぱりその責任を取るべきだということについては、私は多くの人がなるほどと思われるのではないかと思うんですがただやっぱり大人も責任があるんだと、はい、やっぱ汚染されたものを受け入れなきゃいけないって言われると、いや私は汚染されたものは嫌だっていう方は、はい、たくさんおられておられ、はい、昨日もおられましたか。もちろんです。汚染したものを食べるなどということはけしからんということで、私はたくさんの方から怒られてきましたし、一度しっかりとした議論をしたいと思って昨日の場を設定してもらいました。はあ、やはりなんで大人だからということで汚染されたものを食べなきゃいけないんだと。はい、汚染したものは東京電力に買い取らせて廃棄すればいいという、そういうご意見の方はたくさんいらっしゃいます。買い取らせて廃棄する、はい、ただ廃棄する、どこに廃棄したらいいんでしょうねそれもありますし、農業をやられる方、酪農業をやられる方が、
捨てると分かりながら自分の生産物を作ることができるかと考えると私はできないと思うのですね。はい、はい、もう捨てるために仕事などできないと思うので、うん、やはり作ったものというのは受け入れて分配するしかないと。分配というのはもう責任のあるものと責任のないものを、まあ、度合いが違ういますので度合いに応じて責任を引き受けるように するシステムを作ると、私はその提案をしてきています。近藤さん、はい、まあ、つまり小池先生は責任のない子どもたちに汚染された食べ物を与えるわけにはいけない、大人はそれぞれに応じて責任を取るべきだと考えかと思います。この問題って難しいですね。近藤さんどうです？うん、だから食として受け入れざるを得ない状況にあるんなら小出先生がおっしゃる意見はその通りだと思うんですよ。はい、大人の責任の方がはるかに大きいし、うん、でただ私は一歩で思ってるのはこんな可能性ならこういう危機対応はできるよっていうことが全て今出尽くしてるんだろうかという疑問がありましてね。はい、つまりやれるべきことをやった上でどうしようもないという現実なら小出先生の意見に従うんですが、うん、そこまで言ってるのかなと。つまり国から出てるデータだってまだいい加減じゃないですか。そうです、だからそこのところでやれるべきことは何なのかということをやった上でのお話の部分もかなりあるんじゃないかなという気はしてるんですけどね。まだやれるべきことを国はやっていない。うん、でまたその最善を尽くしたかと、我々自身が検査をするなんても当たり前のことですよね。うん、そのしかし検査だって十分じゃないですよね。うん、でその上でもね職として取らなくちゃいけないもう状況になってるのか。まだしかし東電にしろ政府にしろやらさないかんこといっぱいあるんじゃないですかね。小池さんいかがですか？はい、もちろんそう思います。私は先ほどその汚染のあるものは東電に買い取らせて廃棄すればいいという方がたくさんいると聞いていただいたけれども、私は東電に買い取らせるということよりもむしろ東電に対しては汚染の検査をしっかりとやるというそういう責任を取ってもらいたいと思っています。そうですね、はい、それは絶対的なことですね。まずはそこは絶対必要なことなんですね。はい、それをまずやって、どういう食べ物がどれだけ汚れている、どの地域のものがどれだけ汚れているということを後半に明らかにするという、そのことをやった上で、皆さんそれに向き合うということがいいだろうと思います。ということですね。はい、なるほど。まだ汚れていない食べ物のものはいっぱいあるような、もしかしたら幻想が私の中にもあるかもしれません。汚れていないというものはないのです。ないのです。はいはい、要するに限りなく、まあ、汚染の少ないというものはありますけれども、それももう世界中みんな汚れているわけですし、そこから猛烈に汚れているものまで連続的にあるのです。どこから上を跳ねるということはあるかもしれないけれども、上を跳ねたとしてもそれ以下のものがずっと連続的にあるのですね。それをどうやって分配するかということだけが私たちに選択できることです。先生は以前、はい、以前っても最近ですけど法律も全部見直さなくちゃいけない事態になってんだとおっしゃってたですよね。そうです。はい、そうすると食品衛生法を一つとってもですよ、はい、例えばその産地を明記しているものでも缶詰だの何だのになっちゃうとないわけですよね。そうです。あるいは容器でお惣菜で売ってるものもわからんわけですよね。そうです。そういうことをどう見直すかということもこれ人間の知恵だし、はい、細かく見ていったらいっぱいやってないこといっぱいあるんですよね。あると思います。この話は多分皆さん本当におっしゃりたいこともあるだろうし、小出先生に聞きたいと思われることもあるでしょうし、皆さんのご意見もお待ちしたいと思います。京都大学原子炉実験所助教小出博明先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。